今朝早く三木市福井の住宅が全焼する火事があり、焼け跡から性別がわからない一人の遺体が見つかりました。午前4時半過ぎ、三木市福井の木造2階建ての住宅で窓から炎が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車8台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で火元の住宅およそ150平方メートルが全焼したほか、隣接する住宅2軒にも一部燃え移りました。焼け跡からは性別がわからない一人の遺体が見つかりました。警察などによりますと、火元の住宅には40代の男性が一人で暮らしていて、この男性と連絡が取れていないということです。警察は遺体がこの家に住む男性とみて身元の確認を進めるとともに、出火の原因を調べています。